まず最初にね、1年間ありがとうございました。まあ今年かな、YouTube がバズってきて、まあ最初ね、2年ぐらい前からも YouTube やってて、今年になっていきなりこう YouTube がバーッときてね、でいつの間にかあっという間にもう十何も20万人目前と、へえ、まあ1年間これ大丈夫、これ大丈夫、これ重いのか、めちゃめちゃ BGM 入ってますよ。この BGM はこれはもうあれですね、ゆずるが1回でピアノ弾いてます、弾いてます。撮影してる場所なんと、はい、佐藤家です。はい、ね、本当にね、YouTube 始めて TikTok も、まあ、それ以外にもね、いろんな SNS だったりとかで、まあ、応援のコメントとか、まあ、会社にいろんなもの取れたりとか、本当力になってて、今まで、まあ、俺が社長始めて7年ぐらいかな、7年8年経つんだけど、まあ、ただ単にずっと解体業をずっとやって、でただ仕事してっていうだけだったのに、もう YouTube、TikTok だけのおかげで本当ね、毎日は刺激があるっていうか、もう外行っても声かけられるし、駅前行ってちょっと夜ご飯食べてると絶対もう 100% 声かけられるからね、今ね。うん、そうだよね。一番俺ね、ちょっとこれ言いたいのが、たまーに、超見てるの、ガン見て。超見てて、なんだ、コロ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 みたいな、なんか言ってるわけ。あ、で、めっちゃわかります、ね、そういう場合って、なんか俺から、ちょいですよっていうのもおかしな話だし、そうだよね。超声かけにくくて、逆にそっち気まずいから、もう、そうだなと思ったら、声かけてみてください。まあ、こんな子は大体、日本に俺ぐらいしかね。本当にね、1年間ありがとうございました。で、まあ、こういう時だから、まあ、会社は俺がこうなった経緯っていうか、まあもともと前も動画で言ったかもしれないけど、社長自体は正直なりたいっていう気持ちはなくて、まあ、自然とこうなったみたいな感じで、で、まあ、社長になるチャンスがあったって言い方あれだけど、会社をまあ自分でやろうっていうチャンスとタイミングがあって、まあこういう形になってやってますよ。最初の時とかね、何にも知らない、勉強して社長になろうとか、まあ、前もってみんな準備して、会社の準備して勉強して、これやってこれやって準備をしてやるわけじゃん、社長で。俺は一切それなかったから、もうただのペーペーから、社長できんじゃね、会社作っちゃえばいいんじゃないの、そうすれば社長でしょぐらいの感覚で社長になった。で、あとは社長になりながら、経済のこととか、まあ、経済っていうかあれだよね、税理関係とか少しずつ学んでいった。勢いが大事だね、人生で。何でも勢いさえあれば何でもできるかなって。だって YouTube、TikTok も、例えば本当の YouTuber の人っていうのは、今こういう動画が流行ったからこれを撮ろうとか、これが流行ってるからこういう企画とか、こっち行こうとか、ここで撮ろうとか、いろいろあるじゃん。うちら全く何もないから、自分の思い立ったことをやりたいなっていう感覚でやってるし、そうだね、仕事もそうで、別に計画的にこれやろうあれやろうってやり方じゃないから、うちは昔から人生そうだから、気持ちと勢いがあれば大体何でもうまくいくと思う。16ぐらいかな、まあ自分中学、高校行ってないんで、中学校卒業してそのまますぐ仕事に入って、で16ぐらいからかな、解体業、とりあえずやるようになって、でその時、まあ、うちちょっと複雑で、まあ、親が離婚しちゃってて、で母親の再婚した相手が解体業やってた。ちょっと悪いことしちゃって、北海道高校行くか、なんか施設に行くかみたいなっていう話が少しあったわけよ。そんな中、母親の再婚相手の、今親父って呼んでるんだけど、親父が解体業やってて、お前俺のところで働くんだったら、うち来ていいよってこと言われて、じゃあ解体業やろうって、遠いとこ行くんだったら解体業やっちゃおうと思って始めたのが16歳のきっかけで、それから16歳17歳ぐらいまではそこでやってたんだけど、ちょっと17歳の時にそこの社員さん、うちの親父の会社で働いた社員さんと俺がちょっと揉めたわけよ、喧嘩した。で、向こうの言い分が、社長の息子だから威張ってんだろうみたいな言い方されて、俺は別に威張ってないし、全然向こうのは年上だからちゃんと敬語も使うし当たり前だけどやってたんだけど、ちょっとこれ違くないですかっていう言い方すると、お前何歯向かってんのみたいな、まあお前社長の息子から何でも言いたいこと言えんだなみたいな感じ言われて、ふざけんなってのも喧嘩だった。で、それが17歳だから、もう俺こんな会社辞めると。で、別に俺社長になりたくて、だから16歳17歳が社長になりたいって思わないじゃん、まあ多分ね、俺は思わなかったので、もうやめようと思ってやめて、で、その時悔しくて、もうその時もう親の前で久々に泣いちゃって、俺は別に社長やりたくて入ってるわけじゃないし、って。なんでな30、40の奴らに間違ったこと向こうやってんのに言わなきゃいけねえんだよ、みたいな。でしたら、まあ
俺が謝れってなったの最終的にね。俺はやっぱ下っ端だから向こうが言ってること間違ってんのに俺に謝れと。とりあえずその時はまあとりあえず一言まあすいませんでしたと謝ってもう次の日辞めた。辞めて途方に暮れるなって思って別に次の仕事決まってないからね。って時に拾ってくれたのが前の動画でも言ったまあすごいお世話になってる今でもお世話になってるある会社の社長さん。まあ、ここで働いたおかげで本当に俺が社長になれたっていうのもあるんだけど、なんかもう俺のことすごい気に入ってくれて、17歳だったんだけど18歳になった誕生日にお店全部免許取らせてやるからって免許代出してくれて全額で、アパートも用意してくれて、でそこでもう一人暮らしてずっと仕事そこの会社でやるようになって、免許も取らせてもらって解体の本当に全てやらせてくれて、今まではやっぱりその自分の父親っていうか親父がやってた会社で働いてたから全く違うもん、知らない人の会社に入って仕事するのってやっぱ新鮮だし立場が違うからね、すごい勉強になって、あとまあ 2、3年やって別に揉めたとかじゃないんだけど人手が足らなくなって、まあ、どうにか助けてくれってことになって、じゃあ前の会社に戻りましょうって俺がなって、それがまあ一回戻ってきたのが親父がやってた会社前職の会社に戻ってきたのから、そこでもいろいろね、まあそこの会社すんごいごちゃごちゃしたからまあすんごい揉めたりとかいろいろあったんだけど、でまあある時ねちょっとまあ会社がちょっと傾いてどうしようって時に、その時3かな23か4の時に、じゃあ俺会社作って俺ここの会社全部あれするわ帰るわみたいな感じで会社をそのまま買い取ってボドガニ醤油っていうのを自分で作って今に至るって感じなんだよね。結局ね何が言いたいかっていうと一人じゃやっぱり生きていけないんだよね人間って。どんなにカリスマ性あろうがなんだろうが、まあ、仕事は例えば一人できる仕事って世の中いっぱいあると思うんだけど、でもやっぱり、ね、その一人で仕事をしたところで相手方にお客さんはいるし、ね、守るものがあるために仕事してる人もいるし、絶対どっかで人と人とのつながりってあるわけよ。俺の人生ではこれさ業者さんとかさいっぱい見てるわけよ偉い人も。であんま偉そうなこと言うとお前何言ってんだって裏でケツけられるからあれなんだけど、本当にその業者含め、まあ、やっぱ人と人のつながりがすごいあって、まあ、あの周りに恵まれて俺は今ここに立ってるかなっていうのはすごい感じてて、だって俺が中学生の頃なんか、まあ、それこそやんちゃだったのもあるけどこんなになると思わなかったし、まあ、それっていうのはまあ仲間がいたから今こうなったのかなって本当に思う。まあ今でも一番いい思い出なんだろうって思ったら15、6、13、14、15、16とかその辺の年齢の時マジで楽しかったもんね。一生の思いだと思う。今でも忘れない。戻りたいなあの楽しさにって思うしね。自由だったからでもねやりたいことやってってね、やったことが楽しかったんじゃなくて周りにいた友達のあいつらが楽しかったなって思うし、まあ、今でも連絡取るしねその友達たちとは。仕事始めになってからは、まあ、うちの専務とかね春樹とか主任とか、最初俺が23、4の時最初は何にもないで名前だけ作った会社なのに、まあ、ついてきてくれたね6、7人の人たち、まあ、今でもずっと働いてくれてるけど本当に周りに恵まれて、まあ、大事にしなきゃなって思うし、まあ、大事にできる立場になったし、まあ、来年も再来年もだけどみんなと一生懸命やっていきたいなと本当に思う。まあ、人生に悩んでる人とかいっぱいいると思うんだけど周りを見て自分が一人じゃないとね一人実感してもらえればいいかなと思う。なんかあ俺一人じゃないんだなとか私一人じゃないんだなって思えばどっかでちょっと元気がもらえると思うんだよね。話長くなっちゃうとあれなんだけど本当に1年間ありがとうございました。今撮影してるゆうかもありがとうございました。手がプルプルしてんだよね今日固定してないからカメラ固定出してね休暇撮ってるんで、お客さんもいろいろね、まあ、仕事のお客さんね本業のお客さんもいっぱい見てくれてると思うんだけどありがとうございます。いつも可愛がってもらってありがとうございます。大体偉い人とかあれはもう優しいんだよね。なんか怒る時も優しさが溢れてる。なんか俺もう最近だけどサクって呼ばれたりしてんだけど、サクなんとかだなとか言いながらちょっと優しさ溢れてるみたいな。だから俺も将来そうなれたなって、今もう30になっちゃったから、まあ将来まああの若い子10代20代の子にああなんかいい人だなって言われるような人になりたいね。でまあ来年の目標ですね。うちの会社の来年の目標、会社の目標で言うともちろんあの会社自体はずっとうちは落ちることなく、まあ、年商もずっと確実に上げてってて、まあ、それはまあ当たり前って言い方だけどそれをやっぱ続けていくのが社長の仕事だし役割かなって
まあ、こんだけみんな頑張ってもらって会社赤字なんだよもうごめんねみんな言えないよね。だからそこはまあ俺の努力次第かなと思って、まあ、あのね、あのよく何万人登録者欲しいとかこれを目標にしようっていうのいろいろあると思うんだけど、まあ俺その数値とかそうもどうでもいいかなっていうのはあって、目標って言えばまず SNS こんだけみんな応援してもらっていろんなものを、プレゼントもしてくれるし応援もしてくれるしコメントもしてくれるし、初期からずっと付き合いしてもらってる視聴者さんもいるんで、来年は本当にね動画を上げるっていうのを目標にして、あの動画をいっぱい上げれて楽しいね環境を作ろうかなっていう、そこにまあ専念したいなと。まああの本業もやっぱり忙しいとなかなか動画撮る時間もなくて編集する時間もなくてって感じでやってるから、まああのこの動画が出た後か出る前かはちょっとわからないんだけど、それはまああの言うか次第なんだけど、まあね事務員をね雇うっていうね新しくお願いしたいかなと思ってるんで、まあそれまあ動画出てるかなこれ出てないまだ、まあ詳細の動画上がると思うんで。そうだね、それを見てもらって、まあ、来年だよね、来年人生を、そう求人が始まるのが来年なので、来年みんなで頑張っていければなと。はい、翔平一同、翔平グループ、翔平グループ、そうです、翔平グループで頑張っていけたらなと思います。よくコメントで翔平さんの動画見て笑顔になれますって、今日も一日頑張れますって入ってるのね。でそのコメントを見てうちらピンクの世界ね、そう本当にすげえいいあれだよね、本当に嬉しい、うん、来年も何とぞ何とぞよろしくよろしくお願いいたします。じゃあ最後に俺の猫踏んじゃったを聞いてください。聞いていきましょう。ゆずれ、じゃあ俺最後に締めるから、はい、お願いします。作詞作曲佐久間翔太歌手佐藤ゆずる。ワン、ツー、スリー。ちょっと弾いてみ。何を弾くんですか。じゃあ、いや、コナンにしましょうか。コナンいきますね。こんな感じでいいんですかね。マジでもう、はい、まあ、あとはもうこの続きの動画があるので、ね、思い出の1年間の動画を10分間かき集めて、はい、まあ、ると思うんで、最後ね、 VR ゴー、 ゴー。皆さん来年もどうぞよろしくお願いします。チャンネル I think I've made up my mind. Yeah. 大変ですかね。今年もありがとうございました。来年も応援してね。来年もよろしく。来年もよろしく。今年も一年ありがとうございました。今年も一年ありがとうございました。来年もよろしく。今年1年お疲れ様でした。また来年も応援よろしくお願いします。今年もありがとうございました。イエイ。